くお願いします。ちょっと待って、小箱2本目。見えてます、お願いします。はいよ、3本目。はいよ、やっぱつま先に支点があるから急斜面も緩斜面もやっぱつま先自体にテールが触れちゃうからスピードが出てないね。やっぱもう少し重心を置く位置後ろに。小箱4本目。小箱5本目。いや中1うまいな、ラインがもう高いもんな、みんなより、うん、切り上がってくるもん。みゆ行きます、お願いします。みゆ前に乗りすぎるなよ。あとはシェーレン両足同じ方向性持たしてね。小箱6本目。見に行きます、お願いします。いいよ、前に沈めないようにね。はい、ああいう感じ。こっちになんて行ってないでしょ。小箱1本目。見えてます、お願いします。はいぞ、タイミング遅れないようにね。小箱2本目。こっちの方が丸くない？左ターンだね。体回んない左ターンでした、小箱さん。ごめんなさい。こっちはね、こっち、こっち、こっち。小箱
ガスの2本集中して。はい。はいよ、ラストね。ちょっとやっぱりつま先支点になってるから、緩斜面とかでスキーが詰まったりとかするのは、つま先っていうか前乗りすぎてるからだと。はい、スタック、ストック下に置いてきてね。